で、実は今本校もですね、校長も含めてですね、なんですけれども、20年前新しい堀川を生み出す時に、全員が強く意識的であった最高目標とか組織目標とか行動目標が共有しきれずにですね、取り組み自体が目的化してないかっていうことを問うてます。私自ら問ってます。で、校長も含めて人の入れ替わりがもうどんどん激しくてですね、20年前にいた人間はもう1人か2人やと。で、ですから校長ですらそうなんだから、やっぱり創業の精神やっぱり共有せなあかんということです。で、やっぱりね、カリキュラムマネジメントの、その技術に陥らない方法は、それぞれ現場の最高目標、組織目標、行動目標のために取り組みがあるというふうに常に振り返らなければいけないということです。事業一つも政党指導一つ取ってみてもですね、本校ではこの今の指導、この対話っていうのが、自立する18歳の育成、これが本校の最高目標です。自立する18歳の育成、そして、そのために探究活動と日々の学習を同時にやる、これが組織目標です。行動目標です。で、そこを観点に振り返ることがですね、手段や取り組みが目的化しないための一つのキーやということで、多少面倒くさくても時間かかってもそれはきっちりやろうと、そのために研究大会もやろうと、で、研究大会も研究大会が目的にならないようにしようということに心がけてるんですけども、これはなかなか悪戦苦闘です。で、今ちょろっと言いましたけど、最高目標が自立する18歳の育成、じゃあその実現のためにカリキュラムは構成されている。で、かつて私が東南高校の時に信じて疑ってなかったその進学実績と部活っていうのは、実は両方とも学習指導要領に載ってない以外のことなんですね。じゃあ今までないがしろに、学校教育がないがしろにしてた総合的な学習の時間とですね、特別活動、これをですね、学びに結びつけるカリキュラム、大きなカリキュラムという考え方でやる。で、教科だってそれと無関係ではないはずやということですね。で、自立する18歳の育成を学習面で捉えましょうということで、生徒が将来にわたって学び続けることができる主体的な学習者とするというふうに読み替えられるんじゃないか。で、今年の中間まとめではですね、主体的とかアクティブラーニングという言葉、これはもう何て言うかな、集団催眠のように今全国に広がってるから、これ使うんとこと、堀川で一切使うなと。いわゆる深い学びっていうことで、新たな、なんか概念見つけられないだろうかっていうことで、これも今悪戦苦闘中ということです。で、二兎を追うですから、探究的な学びと日々の学習とですね、同時並行してやっていくんだよっていう、やっぱりそれを自立する18歳の育成という最高目標に結びつけるための基本的な考え方っていうのは、探究も探究で目的化しないようにしたいし、教科学習でも活用できる機会っていうのを意識的に作っていくと。例えば、クリティカルシンキングであるとか、対話力であるとか、共同性であるっていうのを、教科学習、探究で学んだことを教科学習に生かせないであろうかとか、教科学習で身につけた力を探究に取り組む。これはですね、知識をどう使うかですね。身につけた知識を技能を探究的な活動に、思考力、表現力、判断力って、これは教科でも今当たり前のことなので、それを探究的な取り組みでどう生かしていくのかということで、それと教科総合的な学習の時間、特別活動、課外活動、この順番を共有してですね、それぞれの関連性を意識を共有するっていうことですね。だから別に部活をないがしろにしてるのでも何でもなくてですね、全て一つの一連のですね、カリキュラムの中に位置づけられてですね、バッティングした時の優先順位をそれぞれその場その場で考えてやっていきましょうっていうことです。で、1年生、これはですね、今うちにとっての最大の逆風はですね、中高一貫校なんですね。で、いわゆる教科の学習であるとか、日々の学習っていうのを前倒ししてやるっていうのを売りにされ、本当はそれを売りにするべきではないと思うんですけども、中高6年間で何を身につけるかっていうのが本来特色であるべきなんですけども、
どうしても今僕はもう一番今皆さんにもぜひ分かったら教えていただきたいんですけども、あの3月に出るあの週刊祭とかサンデー毎日以外の指標がないんかなっていうことです。エビデンスって言われた時に、で、あの来月 SSH スーパーサイエンスハイスクールの中間評価ヒアリングで行くんですけれども、あの JST もそのエビデンスでやっぱりあの財務省からお金取る上でですね、エビデンスでやっぱり悩んでらっしゃる。で、これがあの週刊誌に載る数字だけでは今なかなかそれにそれを上回るものっていうのがなかなかなくてですね、今度の中間ヒアリングどうしようかな、うちの視察に来られた数とかあのその研究大会の人数とかで勝負したのかとかもいろいろ考えたりしてるし、あの本校卒業生がドクターに行ったあの比率であるとか論文書いた数とかってこれ多分将来指標になる数字なんかもしれないけど、でもそれ自体が目的じゃなかったしっていうね、あのところ辺で悩んでいるんですけども、まあしかしあのいずれにしても日々の学習であの大学入試っていうのがある以上ですね、うちの1年生についてはですね、あの、理科社会というその科目を犠牲にしてでもですね、まずは英数国語をきっちりあのやってやんなきゃいけないよね。でプラスやっぱり理科社会を科目増やすよりも探究活動を重視して探究基礎をしっかりやろうねとあのいう構造にしています。あのカリキュラムの、理念はそういうあのそれで、教育課程表が出来上がっております。でこれも教育課程表が一旦出来上がるとですね、それがもうさも目的のように一人歩きしてしまう嫌いがあるんですけど、やっぱそれはやっぱり常にじゃあどうしたいのっていうことと、これ今やってることにやっぱり疑問を持ってですね、このままでいいのっていうことで常に見直すということに心がけてはおります。2年で2年はやっぱり理科知歴も充実させてやんなきゃいけない教科として、でこれもどちらかというと基礎基本よりもですね、基礎基本は英数国である意味その言語技術であるとか対話力っていうのがついてるんだから、もうその用語を記憶させるっていうよりもやっぱり考えさせる授業をやっぱり2年生のからはですね、理科社会きっちりやろうということがあの元々のあのカリキュラムのあの考え方です。ですからやっぱり2年生の前期は探究基礎の完成期にあたる個人研究をあのやります。で、必要なことは自分で学びつつ必要なことを、を自ら学ぶっていう、やっぱりそれを2年生の前半までにきっちりつけてやればですね、あのまあ言えば探究終わったら まあ、あとはその結局ここで考えるってこういうことやなっていう、あの本校 の, せあの、探究基礎委員たちがですね、十数年かけてですねあの出した結論はですね、探究は楽しんどいっていうことなんですね。で、なんでしんどいんかっていうと、自分で考えないかんっていうことに気がついたと。で、難関大学 の, あの入試対策も考えるっていうふうに思ったんだけど、でもこれやっぱりパターンがあると。で、やっぱり探究は一からやから、これ本当にあの白紙から考えないかんので、本当に考えるってこういうことやなって全員気づくことが大事だなって思うんですね。でなんで楽しいんかっていうと、あ、考えるっていう実感が得られるということなんですね。でそれを2年生の前期になんとなく身につけたらですね、まあ、あとは勝手に、探究基礎という枠にとら、われずですね、いろんなところにチャレンジすることを、まあ、あの入試対策もですね、偏差値も好奇心もっていうそういうパワーが生まれるのではないだろうかという仮説に基づいて2年生のカリキュラムは構成されています。で3年次はですね、自分なりの課題意識を持った、学習に取り組むと。で、5年前にですね、思い切って堀川高校は進路指導部をなくしたんです。で、進路も自立して考えると。で、学年団であのやっていくんだと、いうことですね。で、ただそういう進路指導を必要としているですね、生徒はあのいます。でそうせざるを得ない課題もあるんです。でしかしやっぱり、うちの堀川高校の目標は、
生徒全員がですね、進路も自立して考えて、好奇心と偏差値で選んでいくということが一応目標です。で、今も現状を言ってしまったんですけれども、こう非常に取り組みとか事業も洗練される一方でですね、やっぱりそこが一国一城の主みたいになってないだろうかっていうことが大きいです。で、結論から言うと後で言いますけれども、指導案変えようということに今年取り組みました。強化だけで完結しないっていう指導案にしていこうっていうふうにいたしました。で、もう一つはですね、これ堀川高校ので、共に学んだ教員が他の市立高校でも力になるべきなんじゃないかっていう京都市全体の考え方がございましてね、人事異動結構激しいんです。うち毎年十数人は入れ替わりをやってます。意識的にもやってます。で、特に教科指導以外の部分についていわゆる学校改革っていう学校改革への参画っていう点においてですね、やっぱり一つ上の意識でやろうというふうに方針決めましたので、若手をどんどんポストにつけるですから、行ってですね、他の学校も含めてですね、次の上を目指すっていうようなことを意識的にやりたいなって思ってるんですけども、それはなかなかね、今のこの時期本当の意味で、皆さん方もどういう形で教育とさまざまな関わり方があると思うんですけども、基本的には現場にもし現場でやってやろうっていう方がおられたら、やっぱり基本はね、生徒理解です。生徒理解です。授業もそうです。授業が一番かなと思いますね。つまり何をその学ぶかとか何を身につけるとか、いわゆる教えるから学ぶへの転換というふうに大きく学習指導量が変わる時代においてですけど、それ待つまでもなくですね、いわゆるその生徒が今もし目標ないならば現状をどう考えているのかで、せめて現状を考えることができたら課題を足したら目標になるはずなので、やっぱりこの教科この授業を学ぶ意味っていうのはこういう意味があるんだよね。その大学入試に関係ないから、まあ、別に適当にっていう、これ悲しいよねっていう、この授業が自分の生き方にとってどういう意味があるのかっていうのを、やっぱりそういう授業をするためにはですね、やっぱり一人一人の生徒を理解ですね、この子はどう考えてんやろう、で何を目指そうとしてんやろう、何で困ってるんやろうっていうね、やっぱりこれがないと、もういくらその知識や技術があってもですね、で生徒抜きで授業を見て素晴らしい授業やなって評価しはるような人もいるんですけども、そうじゃなくって、やっぱり今の授業を聞いてどうやったっていう、その生徒の評価を含めてですね、やるべきなんじゃないかなっていうふうに思っています。で、だから毎年十数人ですね、新しい先生方が来られるので、やっぱり特に創業の精神とですね、ですから探究を進める上でっていうのは、特に探究基礎っていうのは全員の教員が関わるっていう、これもスーパースターだけがやるとですね、もうそれだけの取り組みになってしまうんで、全員で取り組むんやということにしていますので、もうこれはマニュアル作ろうということです。で、特に1年生の半年間の授業案っていうのを、その進路部を潰して作った研究部がですね、マニュアルを作りました。で、誰でもこれ見たらまずはできると。で、その上で自分の専門性とオリジナリティをですね、付加していこうっていう、そういうやり方をしています。